ちなみにカホさんは前職だとどういう営業のスタイルでしょうか。例えば今ってマーケ部門、インサイドセールス、まあ、営業っていうふうにありますけれども、前職だと一人で全部対応されていた感じですか。そうですね、もうこんな考え方とかなかったですね、うん、でまず例えばテレアポだったので、うん、電話するコールのこうリスト出しから、うん、トークも自分で考えて、お客様の進捗管理もして、あと、まあ、いわゆる、まあ、ナーチャリングとかも自分で何度もアプローチして、うん、商談も自分で行ってだったので、いやもう全部やってましたね。いやすごいですね。今ってある意味その、まあ、分業制とか、うん、まあ、ザ・モデルで有名になったように、うん、分業体制で専門家がどんどん進んでいってるような状態ですけれども、はい、昔の良さと今の良さってそれぞれあると思うんですけど、例えば一人で全てしていた時って良くも悪くもメリットデメリットあったと思うんですけど、はい、良かったことって何でしたか。良かったこととしては、うん、まあ、一通り全部の流れを把握できる、うん、まあ、あと、まあ、自分のスキルも全部知識ないとダメなんで、うん、そこ網羅できるっていうのは良かった点かもしれないですね、うん、なるほどなるほど。逆にここがあの全その全て一人でいくつかにしていた営業スタイルの、うん、ここしんどかったっていう部分って何でしょうか。しんどいというか、あの属人性になってしまってたところあるかもしれないです、うん、なんか先輩を見て学べみたいなところがあって、うんうんうん、こう形仕組み化が分業とかもちゃんとできてなかったので、うんうん、センスがある人だけは伸びるけど、なんか形っていうところは結構見えにくいところはあったかもしれないですね、うん、あ、なるほど、はい、結構そこ再現世界が難しかったってことですかね、うんうんうん、そうですね、うん、で一方で今って例えば営業しているそのトークの録音とか録画で、はい、まあ、上手い人のやり方を見て学ぶっていうツールも出ていたりするじゃないですか、うん、はい、まあ、その部分であの再現性高い営業スタイルっていうのは、まあ、会社によってはいろいろと確立されてきているのかなと思うんですけれども、一気通貫でされていた営業スタイルだと、まあ、広く浅くってどうしてもなりがちでしたか。そうですね、うん、もう全部とりあえず必死にこう薄くやらなきゃみたいな感じだったんで、こう深く突き詰めるみたいなところはちょっとあんまりできてなかったと思いますね。なるほどなるほど。今グラッドクリオブで分業化も進んでいるっていう状態ですけれども、はい、今のやりやすさって前職で比べるとどういうところになるんですか。うん、そうですね、こう縦割りに分業になったことで目指すべき数値だったりとか、まあ、勉強するべき領域が結構明確になったかなっていうところは感じます、うんうん、なるほどなるほど。まあ、結構その声はやっぱり聞きますね。なんとかマーケでリード、うん、はい、見込みリードをどんどんインサイド側に、まあ、パスしていく、はい、でなんとか商談というか契約につなげてもらうようなところっていうのは、うんうん、やっぱり弊社でも重要にはなってきてますよね、うん、そうですね、うん、こういうのがやっぱり基本的な図式化にはなりますけれども、ちょっと2010年代どういうふうになっていたのかっていうところなんですけれども、あのこの頃って、まあ、スマートフォンとか SNS がまあ発達というか、まあ、普及してきた時代ですね、うんうんうん、なのでもう一人一台スマートフォンが当たり前っていう世の中だったと、まあ、10年前、ちょうどそういう頃かなと思うんですけれども、その中で、まあ、ここにもあるんですけれども Facebook、Twitter などのソーシャルメディアで B2B の商材だったとしても、うん、見ている人っていうのは、まあ、現場担当と意思決定プロセスの中様々な人がやっぱり登場してくるので、あらゆるメディアを網羅して、接点を持たないといけないっていうのが、まあ、2010年代スマートフォンの普及によって、うん、まあ、求められてきたっていう10年間だったかなっていうのがこの記事に書かれていますと。なるほど。誰に一体どういう訴求を与えますかとか、うんうん、このメディアであれば何時ぐらいに見てるんだろうとか、そういうシチュエーションも時間軸で考えながらいろいろと提案とかプランニングしないといけなくなっているのが、まあ、2010年後半とかここ2、3年って本当にそういう傾向非常に高いのかなっていうのはありますね。確かにあの前の話だと、うんうん、やっと2000年代は会社で PC が普及してきたっていうので、その時は日中仕事がしてる間だけ、うんうん、まあ、広告とかアプローチしておけばよかったものが、うん、そうはいかなくなってますもんね。もう個人でこう見たりとかしてるので、うん、そうですよね。もう
本当にタッチポイントを考えないと、もうデジタルマーケティング、もう本当に全然リード取れないというか、そういう状況も今なってきてますもんね。あらゆるチャンネル駆使しないと、ますます2020年代きつくなるだろうなっていうのはありますよね。で、まあ、最後になるんですけれども、まあ、2020年代どういうことを求められてるかとか、コロナ禍の中で B2B マーケターって、まあ、僕たちもそうだと思うんですけど、どうやってそもそものリードを育てるのか獲得するのかっていうのがいろいろと試行錯誤しながら進めているようなところなのかなっていうのはありますね。はい、ではこの記事の最後の章にあるんですけど、2020年の現在クリアすべき課題はっていうところで、まあ、今後、まあ、今本当にコロナ禍って言われてる中で、アフターコロナ、ウィズコロナって叫ばれる中で、まあ、どういうふうに、まあ、B2B のマーケティング考えていかないといけないのかっていうのは、各企業今試行錯誤しながら取り組んでいる、まあ、もちろん私たちもそうなんですけれども、取り組んでいるような状況ですと。でその中で、まあ、記事ではデジタルも大事だし、アナログも大事だしっていうふうに、まあ、両方ちゃんと考えないといけませんっていうのがありますと。例えば大規模な展示会も中心になっていたりとか、そうですね、あるいはもう Zoom とかウェビナーとかで、オフラインで、まあ、イベントを企画するっていうことも、まあ、どんどんこれから当たり前というか一般化されていくのかなと思います。オフラインイベント、例えば某大きな展示会、はい、今までオフラインが当たり前だった海外から、まあ、ゲストをお呼びして、はい、パネルセッションとかも進めていくっていうのがやっぱりこれが当たり前だったんですけれども、こういう時代になったので、オンラインでつないで移動もせずにイベントを企画したりとか、まあ、そういったこともできるようになってきているので、はい、まあ、いかに今後オフラインとオンラインの融合しながらもリードの見込み顧客の獲得ですね、まあ、ウェビナーとか、セミナーとかいろいろある中で、まあ、どうやって効率的に獲得していくのかっていうのは、まあ今後ますます B2B においては重要になってくるかなっていうのが記事に書いてありますと。まあ、今後デジタルとアナログ組み合わせどんどん加速していくだろうっていうのがこの記事の、はい、まあ、未来予想になりますね。確かにもうここ最近ウェビナー増えましたよね、ですね、でもちょっと聞いた話によると、やっぱりウェビナー疲れというか秋も少し出てきているようで、そこもまた新しい課題として今後出てくるんだろうなっていうのをちょっと耳にしました。なるほど。確かに、あとウェビナーをじゃあ開催した後もどうやってそこから契約につなげるのかっていうの結構難しいですよね。そうですね、これも聞いた情報になるんですけど、まあ、ウェビナーでいかに、まあ、参加者とインタラクションなコミュニケーションを取るか、例えばチャット機能を使って、はい、まあ、クイズをしたりとか、まあ、そういったこともどんどんしないと、ただウェビナーだけだとなかなかリードにつながらないというか、ナチュラルにできないので、まあ、そこもちょっと、はい、今後新しい課題として出てくるだろうなっていうふうに聞きましたね。なるほど。確かにそうすると、まあ、もうコロナ禍の影響によりみんなその急速にオンラインに移行していったのは、まあ、アプローチできる層が広がったっていう話ですけど、それをやりつつもそこからじゃあどうやって契約につなげるかっていうのは、ね、もうどんどん試行錯誤をまだしていかないといけないっていう、もうまさにリーチできるパイって一気に広がったのかなと思うんですけれど、ね、どうやって熱量というか、ホットにするのかっていうのは今後の課題にはなりますよね、はい、そうですね、ますますその、まあ、メルマガとか、いろんな手法ってあると思うんですけれども、どうやってモチベーションを高めるのかとか、まあ、そこのナチャリングっていう分野、はい、に関して、まあ、非常にちょっとウェブ広告だけでなくて、いろんなツールやり方を、はい、駆使しながら、まあ、契約まで持っていかないと、そこまでの提案がやっぱり今後の時代ってB2Bマーケターにとっても求められるのかなと思いました。はい、では今日の撮影もこれで終わりましたが、はい、初めての撮影どうでしたか？そうですね、緊張したところもあるんですけど、まあ、ヤンバル先生と一緒に過去10年間スパンの、まあ、変動ですねを知ることでどのように変わってきたのかっていうことと、あとは歴史を理解することで今後こういうふうなことが求められていくんじゃないかなっていうことの理解が深まりました。2020年については急激な今変わってるタイミング、それは B2B マーケだけじゃなくて世の中的にも変わってるタイミングだと思うんですけど、なんかもう B2B マーケウェブデジタルでやるのってもう本当当たり前で、さらにプラスアルファのところ
をすごいスピードで新しいトライをしていかないと埋もれていってしまうというか、そうですよね、はい、もうなんかもう思うのがやっぱり素早く変化できないと対応できないとどうしても競争力って落ちてしまうなっていうのが、うん、まあ、ここの本当にコロナをきっかけに感じたっていうのはありますね、はい、そうですね、うん、なので、まあ、今ウェビナーだったりとか、うん、その多くやってたとしてもただやるだけで終わっていてはダメなんだろうなって改めて思いました、うん、そうですね、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、まあ、こんな感じでちょっといろいろと、まあ、いろんなゲストをこのチャンネルに登場しますので、これからもプログラム解説しながら、まあ、弊社のブログもちょっと今後 Vlog でどんどん投稿、まあ、撮影の方していこうと思いますので、皆さんのこういう記事、解説してくださいとか何かあればコメント欄に書いていただけますと幸いです。でこの動画が良いと思った方はぜひ高評価、またちょっと分かりにくいと思われた方は、まあ、低評価でフィードバックいただけますと、まあ、今後の撮影の企画など、まあ、ちょっと改良の方加えていきますので、ぜひ皆さんの、まあ、高評価、低評価ともにお待ちしております。はい、チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは本日の動画は以上となります。さよなら。